でここで通るとか止めたり、うん、Thank you.
こんにちは。時間となりましたので、CSIS-S4D 第6回公開最新ポジウムに開始させていただきたいと思います。私、本日司会を務めさせていただきます。文化情報研究センター特任准教授の福岡と申します。よろしくお願いします。では、本日、宇宙開発の国際協力、教育社会問題解決からビジネス化までのを開始させていただきます。ではまずですね、本日の開会挨拶を当部門の部門長柴崎教授よろしくお願いします。皆さんお熱いところを集まりいただきましてどうもありがとうございます。この研究も結構長い名前を短縮してさらにそれでも G 空間を注入するんですけれども、そこの部門長一応応接官というのを調べます。よろしくお願いいたします。今日のタイトルは宇宙、国際協力って書いてありますが、もちろん後ろ側にはルワンダから来られたりダーンの皆さんもいらっしゃって、とっても国際的ではあります。ただ、要するに国内が本来あって、それから先に国際協力があるというような、最近あまり見え方をしておりませんで、もう最初からグローバルで、グローバル全部自分たちだけでやるのっていろんな意味で無理があるので、いろんなところと連携しながら、全体としてネットワーク的にやっていくっていうのが、もうだいぶ当たり前だっていうふうに思われるようになってきて、で特に、最近やっぱり宇宙に関してもちろんいろいろこう例えばベンチャーが立ち上がったりしてもっとであると言われますけれども、やっぱり昔と比べてすごく違うのは、一つはやっぱり利用分野がものすごく広がってきていて、昔はなんか一生懸命こちらから打ち込んでいたのがだいぶそのマーケットの方からパンっていただけるようになったというところです。例えばそうですね、経済地表を推定するとか、そういうのでも日本だと今ナウキャスト、これも東大の経済学の渡辺先生のところが建てた会社ですけれども、そこでも夜間光のデータを使って、GDP だとかそういうところも推定したり、それのダウンスケーリングを細かくアップにするっていうようなのを、展開されておられますし、日本以外でいうとオービタルインサイトとかスペースノースとか、そういった従来的にはなんか災害の話だったり農業だったり、森林破壊だったりしたところから、もう本当にいわば言い方もあれですけど、お金の匂いのするアプリケーションがだいぶ広がってきました。でやっぱりそれをこう支える環境っていうのも非常に良くなってきて、例えばさっきの申し上げたオービタルインサイトとかスペースノーとか、ああいうところは例えば、ある港のふ頭に並んでいる車の数、例えば、なんとか自動車が一旦アメリカ向けに何台出荷しようとしているのかを、毎月毎月上から数えてくださいというような、そういう情報サービスをしよう。昔だったら、そういうハイレゾリューションの画像を、例えば新規撮影で毎月撮るというだけで、一回撮ってもらうと、例えば何百万とか、100万とか、50万とか、200万とかあって、それを例えばじゃあ過去3年間やってくれたらアーカイブを含めて、画像を買うだけで例えば3000万円かかって、で解析のお金を載せると6000万くらいで、過去3年間の不当の数グラフ、これ Excel で書くときとあっという間に終わるようなちょろちょろっとしたグラフですけれども、それ1枚作るのに例えば5000万円原価があるなんていう話だったんですね。ところがそんなことだと当然ビジネスなんてありえないんですけれども、やっぱり最近のそのクラウドだとか、それを使ったビジネスのモデルの考え方がすごく変わってきていて、例えばそのクラウドの中からデータをダウンロードしなければ、すべてのデータはタダで作る。その代わり、そこで何かプロダクトができて売れたら、例えばレベルシェアさせてほしい。そうすると、さっきのようなサービスを自分のソースコード、ソフトウェアだけ持ち込んで、画像を買わずに、リスクを犯さずに、ができるんですね。で、どこの地域を受注しても、そこの画像を処理すればいいので、すぐできてしまう。というような形のビジネス環境がだいぶできてきました。
で、まあ、そういうのもありますし、あとあの今日ここでも小型衛星の話はありますが、衛星側もずっと安くなってきたので、いやそういうニーズがあるなら、じゃあ別途衛星上げてもいいじゃないというふうになってきました。で、その影響を受けて、あのいろんなところにこう例えば海外に行って、そこにいる日本人とか、いや、もちろん日本人でないという話をしても、やっぱり今この宇宙のデータってすごく使えるので、このままだとあんまり利用が広がらないから、自分が例えば会社を作ってやりたいとか、こういう解析の研究をやっているので、それをなんとかビジネス化したいっていうふうに、言われる方の数がすごく増えてきて、そういう意味で、あのまあ、特に日本だけに限ってみても、日本って割合、その与那覇大使のおかげで終身雇用で長い間と言われてきて、なかなか日本からそういうイノベーションができないっていうふうに言われてきましたけども、この1年くらいの間になんか私の周りだけでも、いやそうじゃなくて自分たちでやりたいっていう人がだいぶ出て、で本当に環境が変わってきたかなというふうに思います。で、あの今日のシンポジウムのトピックは、まあ、もちろんプラットフォームから、JAXA の衛星利用から、さっきの小型の新設的アパチャーレイダーを持ったサテライトの話かな、まあ、いろいろありますけれども、あのこういうところに来ていただいている方って聞くと、今のような話にとっても実は感度が高くて興味がある方だと思います。なのであのぜひこういう場もうまく利用してネットワークを作っていただいて、あの今本当にタイミングになります。つまり世間も注文してるし、まあ、例えば資金ファンドレイジングしようとしても宇宙に結構刺さるキーワードがまだあるので、まあ、そういったことをいかにうまく使って本当に世の中を変えていくかということを、まあ、ぜひこういう方法を使ってうまく後ろから支援することができればなというふうに思っています。ということで、私の挨拶です。どうもありがとうございました。ありがとうございます。では続きまして、あの本日のシンポジウムの趣旨と狙い、あの内容について工学研究家尾形先生よりあのお願いします。それでは、特大学の尾形の方からですね、今回のそのシンポジウムの趣旨とか狙い、そういったところについて、簡単に説明させていただきます。20分ありますけれども、ちょっと短めで、あの皆さんの、こう、あの、登壇者の方々のお話の方を実施させていただきたいというふうに思います。ランクしましてはですね、いくつかあります。宇宙開発の国際協力がテーマだといったところで、一つ考えておりますけれども、まあ、その先にちょっとビジネス化も、含めてですね、今日議論できていけばいいかなと思います。して、まあ、そういう意味で、産官学部、それぞれの大戦の活躍の方々を今、お集まりいただいて、議論のご講演いただこうというふうに思ってございます。一つはですね、やっぱり宇宙開発というのは極めて魅力的なコンテンツだというふうに思っておりまして、そこで、様々な技術者、教育でありますが、まあ、海外の企業の資源というのを日本はいろいろやってきました。そういったところをちょっと一回振り返らせていただいた上でですね、さらにその海外宇宙ビジネスと、ところを今、そろそろ発展してきてますので、そのあたりの最新の状況を皆さんにもお伝えしたいといったところを見ております。昨今の国際関係といいますと、まあ、まずはやっぱり北朝鮮という話、まあ、北朝鮮の関係というのがありますけれども、やっぱりこれですね、今は、フェアプレーで勝ったというのは、なかなか日本っぽいというふうに思っておりまして。あれ、そういう意味では皆さんよく今日お越しいただきました。昨日夜、そういう中、いろいろご覧になられて大変だと思いますけれども、まあ、非常にありがたいと思います。まあ、でも、これはですね、日本人っぽいなと、若干思った次第もあります。ソフトパワーの勝利じゃないというふうに、我々の、礼儀正しさだというふうに胸を張って思うというふうに、で、次のステージに行きましょうといったところで、まあ、無理やりこじつけです。ソフトパワーっていうところで言うと、宇宙開発は結構使えるんですよね、というところに、つぶつけたわけなんですけども、まあ、ここでですね、皆さん、鉄道事業やられてる方もいらっしゃるでしょうし、航空機、
作られてる会社の方も来ていらっしゃるというところでなかなか言いづらいと思いますけれども、宇宙開発って比較的その、まあ、取り込み先進国の象徴みたいな形で捉えられつつも比較的取り込みやすいものであるというふうにちょっと私も再認識しておりまして、それはここで書いてある通りでして、かなりそのインドネシア、かなりインドとかで、国際的な枠組みの中でですね、別ことを統率するときにやはり相当なお金がかかると、まあ、相当なシステム、そういった中で、まあ、もしくは飛行機、航空機もとする相当なお金と開発費と、まあ、その維持メンテナンスとかも含めてですね、他でいろいろなものがある。そういった中で、実は人工衛星って意外と安い、まあ、特に昨今の話ではございますけれども、もともと結構数百億円の話だったとか、まあ、衛星、ずるい話です、それは衛星を開発するというだけの話であれば、それと数億円から数千万円でできるようになったというのが昨今でございまして、まあ、そういう意味では非常に取り組みやすくなったといったところで、まあ、だけども、やはり皆さん宇宙で人工衛星作って飛ばしたいという方々がいるといったところが非常に今面白いところでございます。これがまあ、もう少しコモディティになってくると、だん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 宇宙というのを魅力的に見えてくる。衛星を作るだけでは足りなくなってくる。まあ逆に今はそこなんです。衛星を作るだけではちょっと足りなくなって、衛星利用をちゃんとやっていこうというふうに、そういうふうにシフトしていく。もしかしてシフトさせなきゃいけないなと思っているのはさっきですけど、まだまだ宇宙というのは魅力的だというところで、まあ、そういう意味では、歴史を振り返る、まあ、もしくは今後の将来を見るという、まあ、これちょっとジャスト例でございますけれども、今まで日本というのは、いろんな国、国の途上国の方々と、衛星を作ってきましたという例でございます。今日はご登壇の方々も、関与している衛星ですね。ベトナムと、これ東京大学とか、ベトナムとかともよくやってましたし、トルコ、三菱電機なんかは、トルコを通信に関与する、そういったこともやっておりますし、まあ、フィリピン、あとは、同じトルコですね、その九州国家大学の東京大学の方も、トルコの衛星を開発する。あと、ユニセフは、ちょっと多分古いです、これちょっと古いと思いますけれども、そのユニセフグローバルとして、海外の大学とですね、さまざまな協力を築いているというところはございます。まあ、こういったところで衛星開発というのを日本主導で進めてきたという歴史もございますし、やっぱりもう一つ大きいのは APR サフですよね、そのお客さんの主体、まあ、もしくはそのお客さんの主体でやられてますけれども、そのアジア太平洋地域において衛星利用を促進していく。先ほどだったら衛星開発ですが、今度は衛星利用です。衛星利用の方法を促進していくという意味で、こういったその国際会議に対して、まあ、日本のイニシアチブですね、いろんなその海外の機関、もしくは、行政機関の国際機関、あとはその民間企業、大学、そういった研究所、そういったところを巻き込んでですね、一つのムーブメントをしていくといったところになります。まあ、今日シンガポールからも中継ありますけれども、APR サーフ25はシンガポールでやっているそうで、皆さんもしよろしければ、そういったムーブメントなどに出ていただければと思います。で、ここまでですね、開発ときまして、開発利用ときまして、次はどうですか。今日もその、システムっていうか、その差を利用しながらいただきますけれども、まあ、もう一つはやっぱりいいと思うんですね。ほんと小さいニュースで、6月8日のニュースですけれども、9.4 メートルを突破でした。で、一つ、水産分野ではありません。まあ、以前のシンポジウムで実はご覧いただいたことがあるんですけれども、こういった形で、宇宙を利用するビジネスを見ていきたいと思います。ここ一つ面白いところで、宇宙利用のビジネスといっては、宇宙が全面に出てこない。これでご覧いただいても、よくよくこの赤字を示してなかったら、これ宇宙と関係ないかな。これはインフラとしての宇宙という意味で、ちょっと難しいところでございますけど、まあ、こういった形で餌やりを組み立てるために、海の上にセンターを置いて、それで動くことができます。あとは海に選手が置いて、途中からみんなが情報によって、海の温度を変えて、あれを変えて、そういう仕組みですね。
市に営業を開発されて、まあ、もしくは一緒に開発されて、営業開発の大学の助手者です。あとは、ユニセフの方からですね、また政府の立場ではありながら、そのような最強の方法を使っている、パーサンあとは、今やられているプロジェクトの内容について見せていただこうかなと思います。このあたりですね、ちょっと使い説明をしたいと思います。皆さん、マレーシアから中継されます。マレーシアの現地の方が参加されるという話なので、まあ、ちょっと国際協力をして、ここに予算の方も、企業としまして、システム系という、まあ、コーナーをやって、データを利用する、まあ、データを使ったソリューションを提供する会社というのは、衛星開発の会社でもありますけれども、衛星開発の資産というのは、データ事業の方を主眼とか、もしくはソリューションを提供する会社の企業、ここもですね、シンガポールに実は支社をして、そちらの方から中継中の会社に入ってきたので、ここも現地の経営者と一緒に。まあ、この辺でですね、まあ、最初に言ったそれではちょっとご早くはなりましたけども。ご紹介いただきました、内閣府宇宙開発戦略推進事務局の池田と申します。どうぞよろしくお願いいたします。私からですね、最初に我が国の宇宙システム海外展開戦略ということで、海外展開に関する政策をご紹介したいと思います。これから専門家の方から詳しいお話いろいろ聞いていけると思うんですけれども、最初は政策ということで相場的なお話中心になりますけれども、皆様出ないで聞いていただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。最初にですね、世界と日本の宇宙産業市場の動向というのを、これ背景情報としてお話ししたいと思います。ご存知の方もいらっしゃると思いますけれども、昨年の5月に内閣府の宇宙政策委員会の方で、宇宙産業ビジョン2030という宇宙産業の戦略を発表いたしました。この中に海外展開も書かれておりまして、最新の海外展開戦略というのは、この宇宙産業ビジョンに基づいたものになっています。この宇宙産業ビジョンでですね、最初に日本と世界の宇宙産業市場の動向を分析して、この分析に基づいて、なぜ海外展開が必要なのか、それから、あるいは海外展開によって何を目指すのかということを分析いたしました。まずここをですね、最初にお話しさせていただきます。現在、我が国の宇宙産業の規模というのは、宇宙産業と、宇宙利用産業と合わせて、これはイスジャックさんの分析ですけども、約 1.2 兆円あります。宇宙産業ビジョンでは、これを2030年代の早期に倍増するということを目標として掲げています。この右の図がですね、この2030年代早期の想定している図なんですけども、宇宙産業、これは衛星の製造ですとか、ロケットですとか、そういった部分、それから宇宙利用産業、これはまあ衛星の通信サービスですとかですね、リモートセンシングサービスとか、様々なものございますけども、それぞれ、概ね現在から倍増するということを、そういう姿をまず思い描いてまして、1.2 兆円からですから、大体 2.3 兆円から 2.5 兆円程度。で、この他にですね、一番下に太陽産業革命による新たな価値創出ですとか、自動走行など新技術の確立といったものが書かれてますけれども、これは宇宙をインフラとして用いて、宇宙以外の産業が参入して、新しい技術や産業を創出していくと、そういうことがこれに加えて今後期待されるということを思い描いています。
で、我々 の、 海外展開戦略ですけども、この宇宙産業、それから宇宙利用産業、それから一番下 の、 新たな技術や産業の創出、こういったものを全てカバーする形で進めていきたいと思っております。この技術、新たな技術や産業の創出っていうのは、明確に何兆円っていうふうにカウントするのは非常に難しいんですけども、例えばデジタルグローブの画像を使った Google Earth とかですね、それから GPS を使ったポケモン GO とか、こういうその宇宙以外の産業が宇宙をインフラとして使っていく、そういう産業が生まれていくという、そういうイメージです。で、この目標を達成するために重要なのが、これが海外市場の取り込みということになります。この目標を決して国内市場だけではなくて、海外市場も一体となって、マーケットとして捉えて、で、産業の市場規模の倍増を目指すという、そういうものです。で、かつて宇宙利用というのが一部の先進国のものだけのものでして、ここで書かれているそのオレンジに書いたのがですね、これはロケットの製造打ち上げ能力を持っている国なんですけども、ヨーロッパを一つの国だと9カ国の地域です。で、これがフルセットの宇宙開発能力を持つ国ということになります。一方で、この緑で書いたのが地元の衛星を保有している国なんですけども、国の数でカウントすると50カ国以上ございます。で、衛星を保有しているということはですね、例えばその衛星とか打ち上げサービス の、 そのマーケットとして、日本のようなフルセットの開発能力を持つ国から見ると有望なマーケットであるというのが一つ言えますし、それから衛星を保有しているということは衛星利用のニーズがすでにあるということですので、そのニーズに応えるという形で、例えば利用産業であるとか、新たな産業の創出、そういった部分でもマーケットとして有望である。で、そのように分析しています。で、現在ですね、こういったその緑で書いたような国っていうのは年々拡大しています。ですから、政府の海外戦略戦略っていうのは、その緑で書いたような国、つまり新興国とか途上国とか、そういった成長する市場を取り組んで、取り込んできたということを柱に作ってきました。まずですね、我が国が対外展開できる宇宙のアセット、我が国の強みはどのようなことになるのかということを見ていきたいと思うんですけども、初めにこれが宇宙危機産業。上が、これは打ち上げサービス、下が衛星なんですけれども、我が国 の、 衛星、その打ち上げサービスの最大宇宙実績というのは、打ち上げが5件、それから衛星が3件。これは決して欧米と比べると大きい数字ではなくてですね、むしろ立ち遅れているといった方が、正直申し上げていいかなと思います。で、宇宙機器産業 の、 その受注というのは、やはり、こういった大型衛星ですとか打ち上げサービスになると、数十億円、数百億円というプロジェクト。核の実績というのが非常に重要になりまして、衛星とかロケットというのはしかも競争の激しい分野でもありますので、この実績が少ないということで、ますます競争に不利になる、それを何とかして避けなければいけないというのが現状というふうに我々分析しております。宇宙機器産業については、いかにして小さなものでも構わないので、実績を積み重ねていって、で、こういった競争の激しい市場に取り込んでいくかということが現在課題になっています。それからですね、衛星とかロケットの市場とは別に、新たに生まれつつあるマーケットというのがございます。で、まず一つ、日本にとって重要なのが、この衛星測位を利用したサービスということになります。ご存知と思いますけども、我が国 の、 その測位衛星システムである、順天頂衛星システムの導き、これが昨年2号機から4号機の3機打ち上げまして、今年の11月からサービスを開始する予定ということになっております。で、これを見越して、我が国の国内でですね、様々なメーカーさんですとか、企業の方が、その測位サービスを使ったビジネス展開ということの研究開発に現在取り組んでいるところです。で、こういったその企業の取り組みというのを国内だけではなくて、海外でも同じように展開できるようにしていきたいということで、日本だけではなくてですね、順天頂衛星システムの束エリア、具体的にはアジア太平洋エリアで、下に書かれたような農業分野であるとか、自動車分野であるとか、あるいはアイコンストラクションであるとか、こういったものを展開できるように、日本だけでなく、現地でも開発実証、それから実証試験をするというようなことを通じて、今後アジア太平洋地域に展開していくということを進めたいと思っておりまして、既にこれも取り組んでいるところでございます。で、新たに生まれつつあるマーケットっていうのは他にもございまして、これは海外の例なんですけども、ここ数年ですね、冒頭の島崎先生のお話にもありましたけれども、小型衛星とか、あるいは低価格ロケットとか、それから軌道上のサービスとか、試験探査であるとか、宇宙旅行であるとか、こういった新たなビジネスが世界的に急拡大しています。注目すべきは、こういった新しいサービスというのは、伝統的な宇宙産業ではなくてですね、宇宙以外の産業分野から参入しているとか、
あるいはそのベンチャー企業がこういった分野に参入することなので、そういった形で担われているということが多くのケースであるということであるかなと思います。でこれが我が国の例ですけれども、我が国でも宇宙以外の産業の参入であるとか、あるいはベンチャー企業とかですね、そういった新たなプレイヤーがどんどん宇宙業界に参入しております。でここに挙げたのは一例ですけれども、小型衛星、それから小型ロケット、デブリ除去、人工流れ星、宇宙旅行、宇宙資源開発、衛星通信、そういったさまざまな分野で新しいプレイヤーが誕生しつつあると。でこうした新しい分野っていうのは比較的競争は少ないんですけれども、海外に展開するためにはですね、そもそもこれを何に使えばいいのかというところから、相手国と一緒になって考えていくというような、これは衛星を売るとかいう、そういったものとはまた違うアプローチが必要になりますので、こういった環境づくりを進めていくということも、宇宙システムの海外展開に加えるあたりと言われております。ここまで宇宙市場の現状をお話ししましたけれども、ここから戦略についてお話しさせていただきます。最初におさらいになりますけれども、平成27年にですね、官民一体となって商業宇宙市場の開拓に取り組むという、そういう目的で宇宙システム海外展開タスクフォースという仕組みを立ち上げました。ここに政府の宇宙関係の様々な省庁であるとか、それから政府関係機関、民間団体、産業界、それからさらに大学の有識者の先生にも参画いただいて、で産学官一体となって相手国にプロジェクトの提案をしたり、情報収集をしたり、それから具体的なプロジェクトを進めていったり、そういった調整をしていくと。こういった仕組みでございます。でこれは内閣府が事務局を進めまして、これまでに一番下に書かれてますように、テーマ別と国別に13のワーキンググループを設置しまして、主にその新興国とか途上国での宇宙分野の商談であるとか、あるいは国際協力であるとか、プロジェクト形成であるとか、そういったことを進めてきました。でこうした取り組みを進めてきたわけですけれども、その後はさまざまな課題がですね、やはり浮かび上がってきまして、その課題と解決策が冒頭申し上げました宇宙産業ビジョンで整理されています。でここでは大きく3つの課題が指摘されてまして、1つ目がですね、長期的、持続的な戦略の検討推進というものです。宇宙システム海外展開タスクフォース、これ平成27年に設置したことによりまして、これまで各省庁であるとか企業であるとか、こういった方々がバラバラに相手国にアプローチしていた、そういう状況が右にありますように、オールジャパンでアプローチできるということになった。これは一つの大きな成果だと考えています。問題はですね、これを政府が中心になって進めてきたということがございまして、宇宙政策委員の議論でご指摘をいただいたんですけれども、ご存知のとおり、日本の役人の人事サイクルで、2年、3年とかで、そうすると、そういった政府の人間が投薬になっていると、相手国との結果は、とても取り入れがちになってしまう。であるとか、あるいはその政府が例えば支援事業者を決めるとなると、やっぱり毎年入札をしなければいけないので、これも継続性という面ではなかなか課題がある。そういったいろんな問題が浮かび上がっていまして、どうしてもやっぱりそれだと長期的、持続的な体制にならないということがございます。でこれを解決するための提案としまして、そのプロジェクトの推進を中心的に担うプロジェクトマネージャーという方を配置しまして、その方を中心に長期持続的な支援コーディネート体制を構築していく、こういった提案が昨年の5月の産業ビジョンでなされました。次がですね、相手国の発展段階のニーズを意識した戦略的な取り組みの強化、そういうタイトルになっておりますけれども、新興国とか途上国で宇宙のプロジェクトをやるときっていうのは、これは通常のビジネスの商談とは違いまして、多くの場合は国策のプロジェクトになります。国策のプロジェクトなので、価格とか品質だけで決まるということではなくてですね、政策面での支援であるとか、あるいは産業協力であるとか、人材育成であるとか、そういった様々な相手国のニーズをパッケージ化して蘇生していくということで提案していくということがどうしても必要になります。でもこのパッケージの蘇生っていうのは、ここに具体例が書かれておりますけども、日本国内でも様々な関係者が関わりますので、まさに先ほど紹介した宇宙システム海外展開タスクフォースであるとか、あるいはプロジェクトマネージャーであるとか、そういった方々を、そういった機能をですね、プロに活用していく必要があるということで、先ほどの1番と、この2番というのは、つながっていることをお伝えしていただければと思います。最後3つ目は国際連携です。我が国の企業が海外でビジネスを展開するためには、やはりその良好な外交関係であるとか、あるいはその協力関係であるとか、そういったものがやっぱり大前提になります。
外交関係のない国でやはりできないということがございますので、このためにその宇宙機関と宇宙機関、それから政府と政府であるとか、さらには大学と大学であるとか、様々なレイヤーで国際連携を進めていくということが、これは地道ですけども、非常に大事なことだというご指摘を受けているということでございます。ここから少し具体的な話になりますけれども、先ほど申し上げた長期持続的な支援体制のイメージでございます。政府が指名したプロジェクトマネージャーという方が中心になって担っていくわけですけれども、その方を指名しただけでは、多分それは機能しなくてですね、そのプロジェクトマネージャーが長期持続的にその相手国との間でプロジェクトを進めていく中心的な役割を担えるように、それを支える機能というものを下に2つぐらい掲げさせていただいています。もちろんこれ以外にも追加するかもしれませんけども、一つは先ほど申し上げた宇宙システム海外展開タスクフォースで、ここが産学関連系組織として、一体となって情報収集であるとか、それから戦略策定であるとか、そういったことを行って、これをプロジェクトマネージャーを支える情報提供機能として使っていく。もう一つがですね、右に書いてありまして、これは今年度から新しい方法なんですけども、新たな官民連携体制のためのウェブプラットフォームというものを考えております。プロジェクトマネージャーの活動にはですね、一番重要なのが人のネットワークになります。人のネットワークっていうのは、宇宙の業界で必ずしも今まできちんと整理したことはなくてですね、ウェブ上のプラットフォームを立ち上げて、そこに海外の関係者をはじめ、日本の政府、産業界、それから大学の関係者、いろんな関係者からそこに登録をしていただいて、その中でコミュニケーションを取っていくということを通じて、ネットワークを蓄積していこうというもので、それを通じてその人的なネットワークの支援をするということと同時に、ウェブ上のプラットフォームですので、創意工夫次第でいろんな使い道ができますから、例えばその人材育成などのツールを、このプラットフォームを活用して提供するとか、そういった形で、プロジェクトマネージャーを支える機能として、今後役立てていきたいということでですね、今年度、内閣府の事業として構築というものを進めているところでございます。で、内閣府はですね、今まで、日本の顔役ということで、タスクフォースを代表して、相手国と その関係で前面に立ってきたということですけども、この役割は今後、プロジェクトマネージャーの方に、委ねてですね、一個後ろからこういうプラットフォームの構築というようなところで支援していきたいと考えております。次にパッケージ協力です。特にその中でも日本政府が重視しているのが、相手国の人材育成でございまして、一昨年、この内閣府、総務省、外務省、文科省、農水省、経産省、国交省、環境省、防衛省、9省庁の申し合わせで、途上国における人材育成の基本方針を決定しました。で、その具体的な取り組み例なんですけれども、ここは、示したのは一例です。左上はですね、日本の大学とか研究機関の優れた教育プログラムをさまざまな方法で、この途上国、新興国に提供していこうというものでございまして、例えばその東京大学さんの協力を得て作成している e-learning でありますとか、あるいはその日本に相手国の技術者を紹介して、日本のプログラムで実習とか研修を受けていただくとか、そういったものでございます。それから左下ですね、これは即位衛星を活用したサービスをこの海外でも実証していくと。先ほども少し申し上げた例でございますけれども、すでにその被災したこれタイでアイコンストラクションでも、それからオーストラリアでの農機の自動走行デモという例を示しておりますけれども、この即位の海外での実証の意義がですね、即位衛星のその受信、それからその活用に関する例えば誤差の評価であるとか、そういった技術的な評価をするということもさることながら、それだけではなくてですね、こういった取り組みを海外で日本の企業が進めていくということによって、将来 そのビジネスを担う相手国の産業の育成にも貢献している。ゆくゆくはそういった現地の企業を日本の企業のパートナーとして一緒にビジネス展開していく。そういったことが2つ目の狙いということになっております。それから右上はですね、国際宇宙ステーションの日本の規模実験棟の活用でございまして、これは日本の大きな強みだと思っております。その規模実験棟 その船外実験装置を用いて、新興国、途上国 その実験を助けてあげるだとか、それからロボットアームからですね、キューブサットのような小さな衛星を放出することがございますので、それでその衛星を製作している、開発しているそういう国 軌道への放出にやるといったことを通じて、これまで三次的ではございます、これからも活用していきたいと考えております。
右下は我が国の専門家の研究の実験でございまして、現地のセミナーであるとか、大学の授業であるとか、そういったところで講演を行うということで、研究ですけども、研究の人材育成に貢献しています。それからですね、これも一例ですけれども、新興国とか途上国とかで、人材育成として並んで重要なのが、宇宙技術を活用する、宇宙開発をするということではなく、だけではなくて、それを実際にその国が抱えるさまざまな社会課題の対応の資源管理であるとか、森林の管理であるとか、防災であるとかですね、そういったところに実際に流れていくということが非常に重要だと考えております。多くの途上国では、そういった社会課題を先進国以上にたくさん抱えている一方で、そこに投入できる資金というのは、先進国と比べると限られているというのが現状です。で、ここで示したのはインドネシアの例なんですけども、そのためにですね、いろんな全ての衛星のデータを受け入れられるような、そういうプラットフォームを考えましょう。それから、そのデータをどんな人でも使えるようにしましょう。もちろん、機微な情報データ、少ないものでもあると思うんですけども、基本的にはインプットもアウトプットもオープンにしていく。でそうすると、オープンなプラットフォームを作ることによって、安い衛星データが出てくれば、いつでもそれに置き換えることができるし、でその利用の裾野が広がれば、広がるほど利用のコストというのはシェアできるということで、限られたリソースで、最大限の効果を上げるということが、今後これ新興国でのプラットフォーム作りには重要だということでですね、こういったことをモデルケースにしていきたいと思っております。こちらも新興国の対象とした例なんですけども、さらに先ほどの考えを進めまして、国連持続可能な開発目標 SDG というですね、2030年に向けた国際的な開発目標がございますけども、これに宇宙技術を使って貢献していく、そういう取り組みも今年度から政策の柱に入れております。でこの SDGs のキャッチフレーズは No one left behind というものでございまして、つまり世界の誰もが宇宙技術を使えるようにして、でその技術を実際にその国の抱える社会課題に解決に役立てていくという、そういうことが我々の考えの主体なんだな、そういう理解をしております。でそのためにはやはり宇宙開発に、それから利用に高額のお金がかかってはダメで、冒頭、島崎先生からもお話がありましたように、コストの安い小型衛星の活用であるとか、あるいはオープンフリーのデータであるとか、そういったものをいかに有効に活用していくかということが非常に重要になっております。で、こちらですね、すでにルワンダでパイロット事業に着手しておりますけれども、ゆくゆくはアフリカ全体に横展開して、これを通じて日本の宇宙インフラのアフリカ展開にもつなげていくと、そういったシナリオを我々としては描いていくということです。ちょっと切り口を変えまして、これはアジア太平洋の地域戦略でございます。昨年、島崎先生のご協力を得まして、東アジア ASEAN 経済協力センターから宇宙地理空間技術を用いた ASEAN 地域の連結性強化に向けた提言というものをいただきました。先ほど紹介した2つの事業、具体的にはですね、タイでの測位サービスの産業利用の推進、それからインドネシアで採掘事業を行っている地球観測データを用いたオープンな施設の実験、これをそれぞれ海の連結性強化のパイロット事業というふうに位置づけて、でパイロット事業ですから、タイとインドネシアだけで終わらせるのではなくて、これをアジア地域、ひいてはアジア太平洋地域に広域に展開していくというシナリオを我々に考えております。そのためにはその国に過度にカスタマイズされたものを作るのではなくてですね、他の国でも使えるような、そういう普遍性のある手法で、そういうシステムを作って、でそういうプレイヤーを集めてやっていくということが、僕は我々ちょっと意識を変えなければいけないかなと思っているんですけども、戦略になります。でこのためにですね、内閣府では、今年から、その陸と海のそれぞれについて、広域展開を今後行っていくということを念頭に置いた基礎的な調査を開始いたしました。最後に国際連携です。これはいろいろな例が挙げられると思うんですけども、先ほど申し上げました国際宇宙ステーションの活用で、これは多くの新興国と途上国の連携に既に役立っていまして、国の数でいくとすごい数になると思うんですけども、これは今後活用していきたいと考えております。それから後ほど詳しいお話あると思いますけれども、人材育成面ではユニセックグローバル、これは国際的な広がりとしてはおそらく世界で最大なものではないかなと。こういった取り組みも政府としてもぜひ対応していきたいと思いますので、今後もよろしくお願いいたします。それから宇宙産業ビジョンで明示的に指摘されているのが APR 策の強化でございます。で APR 策年に1回の決まりで会合を開いていきますけれども、それだけではなくて、ここに示したのは先進的なアジアの例ですけれども、さまざまな連携事業というのがですね、
これまでも学んできました。で、さらにどのようにその ATR 作品の機能を強化しているかというのは、これは政府が宿題を受けている大きな課題でございまして、内閣府でもですね、いくつか今アイデアを検討しているところでございますので、それが具体化してきたら、ここにいらっしゃる専門家の先生方とも相談しながら、ATR 作品の機能強化ということは、真面目に取り組んでいきたいと考えています。最後にまとめです。時間がありませんので全部読み上げませんけれども、ラークリ の宇宙システム海外展開戦略、長期持続的な支援コーディネーションの構築、それから2つ目が人材育成パッケージの強化拡充、3つ目に宇宙振興策に適した宇宙利用パッケージの提案、それからアジア太平洋の地域戦略、それから宇宙振興国との国際連携の推進という切り口で整理させていただきました。今はですね、これ戦略を作ったばっかりで、ようやく方向性が見えてきた段階ですので、これからですね、ここに時間軸を入れるとか、あるいは担い手を誰にお願いするかとか、そういったツボをきちんと検討して、ちゃんとした戦略を立て上げて、でこれから実行に移していきたいと、そういったことを考えています。ぜひ本日、せっかく専門家の方もたくさん集まっていただいてますので、こういったものの議論も参考にして、アカデミアの方とも適切に意見交換しながら進めていきたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございます。少し、災害対応と危機対応について事務局の方からご案内。はい、どうもありがとうございました。ですね、ただいま千葉県に地震がありまして、念のためですね、緊急地震速報は鳴っていないんですけれども、安全確保について、ご連絡差し上げます。非常口はですね、緑の、ライトがついてある3箇所にございます。前方2箇所、それから後ろ後方にですね、1箇所ございますので、揺れが収まったらですね、そちらの方に係の誘導に従って移動してください。それからヘリコプターあるんですけども、止まる可能性がございますので、後方出ていただいて、右側が階段になっているのと、前方側もですね、渡り廊下を渡っていただいたところ、それから、ここの航路を出て、左側に階段もございますので、こちらも誘導いたしますけども、もし何かありましたら、階段を、ご利用いただければと思います。で、この建物自体はもちろん耐震基準を満たしておりますし、緊急地震速報が鳴る場合はですね、全館一斉に速報が鳴るようになっておりますので、その点はくれぐれもご安心いただければと思います。はい、すいません、以上です。ありがとうございます。すいません、池田さん、講演ありがとうございました。質疑につきましてはですね、本日休憩時間を取ってございますので、そこで直接、議論いただければと思っておりますし、全体のディスカッションにつきましては、パネルディスカッションを多めに、ぜひそこで議論できればと思ってますので、そういった形で、質疑については、直接フロアでやり取りしていただければと思います。続きまして、次の講演につきましては、JAXA 地球観測衛星の対外利用事例について、雄大6で JAXA 大宇宙技術部門、総名様より、お願いいたします。今ご紹介いただきました JAXA の総名です。で、多分プレゼンで配ってる資料をそのまま説明してもしょうがないかなと思ったのと、あと皆さんとか方から APR 作品の説明もあったので、せっかくなので一部中身を発症お壊れした内容を発症っていうね、APR 作品のうちの全地のアジアのないところで我々がやっているこのアプリケーションについてもご紹介できるようにしたいと思います。でこれは誰が対象に分からなかったので、日本選手権といいますが、多分いらないと思うので、お願いします。で、JAXA の主な衛星の計画としては2つありまして、1つは国会の系の衛星です。それからもう1つは環境系、地球環境の観測のこの衛星になります。で、まずは、陸域探査の衛星になりますが、エラスシリーズということで、シリーズの方では広域高分解波ということで、ヘルマンの差、それから高額の方の高分解波、この衛星を置いています。で、これらを使うことによって、この運動管理、それから安全保障等々の面に使えるということで、一つ前になりますと、エラスで、今はエラス2を打ち上げて運用しています。で、この後2020年、
にはエロス4、3とエロス4ということで、先進工学、先進命令というものを打ち上げようとなって、でこれらの大きな、流れとしては、もともとは L1、L1、L3、それが工学を組み合わせて実現してということで、1992年からデータを取り続けているというのは、かなり大きな意味があるかなと思います。しかもそれを直にこう全球で取っていくという衛星はなかなかなくて、当然あの工学だけでの観測ということがあるんですが、工学とレーダー合わせて、特に L1、L3 という意味では、日本だけが1992年からの成功してたという形になっています。途中残念ながらの衛星がつながってないところもあるんですが、まあ、とは言いながら、ウェールズ1、それからのユース、それとユースという形でずっとつながってきています。でその間に、当然分解能が増えていって、18メーターから3メーターが増えていると。で、ウォンドルさんは3メーターの最大に、原理的に最大の分解能がありますので、まあ、これ以上は分からないということで、まあ、分解能を上げるか、他の種、他の種圧を使って分解能を上げるか、あるいはエルバンドでできることを動かしていくという形になります。で今 の衛星は私が言っているエロス2という衛星になるんですが、これの大きな特徴は3メーターの、それから10メーター、それから100メーターのものがありまして、当然ここの見えるところの一番のメーターと、それからいかに見える炭素カーブというのを開発するものになりますので、100メーターでずっと350キロ、それから490キロと言われるんですが、逆に3メーターで取ろうとすると50キロ近くなります。この差というのが内部地で飛んでれるということになります。衛星そのものは14日に一度同じところに飛んでくるんですが、仮幅といって1回というところが50キロしかない。残念ながら、じゃあそこの場所を、特定の場所を3メーターで取りましょうというと、14日に1回取れるというそのことがあって、軌道の間のところに落ちてしまうものですから、まあ、日本くらいのところになると50キロで大体4倍ぐらい。間に入るということで56日上がってしまう。もっと赤道の方になれば、赤道の方に上位につくんですよ。日本になると3回に1回なので42日ぐらいになります。ですので、実際のエロス数は14回に戻ってくるんですけれども、全球をちゃんと10メートル、3メートルに取ろうとすると42日とか56日かかるということになります。ですので、なかなか今そのままの状況で、能力で使うというのは厳しい。稲作の場合、大体90日から150日という形になるんですが、その間に1回か3回しか観測できないということになると、それだけがなかなか一級の衛星では今は厳しい。その代わりに逆にですね、こういうふうに森林のようにですね、変化を緩やかというもの、こういうものは非常に最悪的という形になります。特にエルバンドの場合は、他の周波数、もっと高い周波数である C バンドやエルバンドに比べて、いい点というのは、葉っぱがある程度あったり、下まで同化するんです。波長が長いので鈍感であるということは逆にいいことになって、森林がちゃんと取れる。もしこれを C バンドとか X バンドって、もっと波長が短くて高度感になっていると、すぐに飛ばしてしまってです。なかなか使えるところがいいということになります。ということもありまして、ジェルソンからずっとこういうふうに、毎年森林のマップを作っています。でこれが絶対の評価として、どこの場所が本当に合っているかどうか、というのは結構大きな議論があります。当然、それはなぜかというとですね、その場所、国によって、一応、FAO の方では、森林というものはこういうものですよという定義があるものも、各国ごとに、森林というのは、うちの国でもこう定義をしているところもあるわけです。それが当然、熱帯雨林とサバンナみたいなところ等では、森林の定義と違います。ですので、なかなかこの森林のマップが全球で合ってるかという議論を、絶対的に合ってるかという議論をすると、なかなかそれは厳しいのかということになります。ただその一方で、衛星の一方というか、こういうふうに毎年取っていくと何が分かるかというと、当然衛星の得意なところというのは、同じデータが、近似するデータがずっと繰り返し取れるということになりますので、毎年の変化をちゃんと検出できるということになります。で、毎回の変化を取れることになります。で今、L 数の場合はですね、年に9回必ずスキャンサーという100メーターのものに全体機を取ることにしています。です
ですので、年9回、ほぼ1ヶ月半ごとにそこの場所の変化というのが分かるような形でしています。例えば、これのところでですね、実際に前の時とどれどこの場所が変わっているかという情報が分かるということです。で、それをジャイカさんと JAXAで共同プロジェクトをやっていまして、実際にこう面白い話がありまして、これ、新聞に載ったというか、NHK さんのニュースになったんですが、我々、本来そのために行ったわけじゃないんですが、うちのスタッフがですね、検証のためにブラジルに行きました。で、どうもこの辺は怪しいぞと思って、その場所に行ったらですね、たまたまそこの場所を実はリフォーマーさんに行ってる人たちが、実際にそこに行ってですね、ユリア氏に食事を一緒にどこかに行っていた。その間に実際に襲いていた人と一緒に頼れる、そのうちのスタッフを待っていた、そこに戻っていたと。ということで、結果的に逮捕につながったというやんでした。で、これは当然1ヶ月半ごとにしか飛んでいたのがないので、その狙って取ったわけではないんですが、たまたまこういうことがありましたと。ただ、やはり重要なことは、こういうふうにですね、宇宙からずっと継続的に見てるぞという、抑止力的に見えるというところによって、やはり抑圧を減らすことができる。というのは一つ大きな発見です。ただ、当然、もっと、頻繁にとかですね、そういう動きはある。それから先ほど、なかなか42日周期と厳しいというお話はしたんですが、それでも、それなりに変化というのが取れるので、そういうことをこう調べるためです。エルワンのサーを使って、皆さんも工作し、つけ麺付けを隠しようという研究をですね、アジアの国と一緒にやってて、原理的には非常に簡単で、皆さんの場合は当然、つけの時にそういうことで、高世界クレーザーの時にみんな暗くなる。それがどんどん整備していくと明るくなるということで、時系列的に2つか3つのデータを比べてあげることによって、そこの場所が単独か単なる、次、池どうかという区別ができるということで、こういう簡単な原理を使ってですね、そこの場所が原作かどうかということを把握するというプロジェクトですか。これは一つは我々の API の中に入っていたんですが、もう一つはアジアファイツインコと。ということで、アジアの国の主要な国に対して、一つの州を選んでですね、どれぐらい皆さんの面積ですかというのを現地のデータも含めて、ということで、この時に、一番大きいになったのは、このプロジェクトを宇宙機関が中心にやったのではないというのが一つ大きなところです。やはり、先ほどの池田さんもお話してもらったかもしれないですが、一番のキーはですね、宇宙機関同士でいくらやっても、こういう結果は誰も信じていない。使いたい人はあくまでも農業省の人です。ですので、プロジェクトをやるときに一番大切なのは、どこかというと、実は日本選手が分からなくてもいいので、結果としてこういうデータを使う、いかに使えるか。現地に伝えるかと、で彼らが分かるような形でどういうふうに見せるかというところが一番の肝になる。そのためのツールをいかに考えましたというか、それから農業の統計学を伝えるような形で、最後彼らは実はこういうではない。彼ら実はここの場所で稲作があるかと、あんまり僕は興味ない。租税っていう税金を集めているというのがあるんですけども、一般的に統計データをしてやる場合には、その州で、このプロテストでどれだけの差付け面積があるかということだけが分かって、すなわち最後はですね、一つの数字があればいいです。それですので、こういうのをいろんなところに、あるいはこの州をさらに半市とか市とか町に分けてという形なので、あるいは最後の州に何を欲しいかというと CSV 出してと言われたんですね。要はプロテストの名前がどこかパンローマなんですか。はい、タムシップとかですね、シーとか、そういう町とかの全然での作付け面積が分かれている。それからその時の生育状況が分かれている。我々ついてるポイントで言うと、作付けってほとんどの場所、例えば茨城県だったらこの週ぐらい、このウィークに作付けしますって大体分かってるわけです。でも、このアジアはほとんど年末年中、ほとんど作付けができるので、あれだって、その農民の人は、雨が降って、その場所に水が十分あって、気温が十分であるので、
そうすると、ペンに1回3回と上げるところが3回曲がるんですよ。ついてますか。で、日本の場合の統計情報で、ペンに1回、皆さんでこれだけでしたって取るんです。あるいは3ヶ月後と、4月後とにですね、必ずそういう報告を国に対してしなきゃいけないというのがあるんです。いかにタイムリーに、この整備状況を見ながら、差し付け面積を出すというのが一つ、正しいです。そうかなりやっぱですね、日本で作ったものを当初のままというか、かかっているところに出さなきゃいけないということで、それが当然、インターフェースを現地用にしないと、サービスのやり方です。我々のアンダーパンダの宇宙機関の人で、イノベーションの人たちと併合者のレールというのを聞くのは、ほとんど無理です。彼らとお話をするときに、特に通訳を書いてもらって、言語としては、その、はい。それから、もう一個、思い、日本の人たちに対していると、インフラのモニタリングというのは、やはり非常に重要だと思っています。こういうシップという政治イノベーションが日本の中でも実証してるんですけど、これ何やってるんですか？資源抵抗、その人口を見る、こういうところって今は目視検査でずっと人が検査してるんですけども、それをやってると多分これから高齢化していく人が足らなくなると思うので、明らかですし、どこを本当に検査しなきゃいけないかというのが非常に重要だと思っているので、そのデータを使ってですね、地区を見ているというのが。将来的に当然こういう技術とかアジア、あとはあるいは国民の技術で使えるのか、映像方法次の演説になるんですが、一つ大きな話は先ほど申したように L2 を使うと、まあ、約4回ぐらいかなと思うんですが、今日は1回の場合はもうこれが問題ないんですが、数は使えると思います。これによって、これハワイ島になるんですが、ハワイ島を1回取れる。多分、ここに3メーターです。非常に、114日ごとに3メーターで200する。というと、これを取れる。頑張ってまして、それからコアブロコンである。コアブロコンはやはり1980メーターと100メーターで、やはりこういう土砂崩れを、しっかり見ていきます。ところもありますし、これなどをこう、もっと使えるようになる、対戦のやるやるという、ここの、これがウイルスの場合に、
ありがとうございました。続きましては、では、九州工業大学上司の前より、これのことですね、先生の方の話してみるに、九州工業大学の方に、よろしくお願いします。
the purpose is space engineering capacity building. PMSP は予算的には本当に日本側からで、専門は国連側です。国連はお金はないけど、宣伝パワーは結構強いです。で、6人前にとって、奨学金、フル奨学金をもらっています。目的は、重工学金、6 batch will arrive this fall.So about the 7th batch, applications will be accepted at the UNUSA website starting from August this year, running through January 2019. And the requirements are A, must be passionate about space, must be from a non-spacefaring nation, must have a bachelor's degree, must be no older than 35,And must be fluent in English. 7回の PST は今年の8月から始まって、募集期間は約半年です。で、日本は宇宙にファッションがあって、まだ宇宙にほとんど何人もやってないので、アクセルです。工学と工学部のバッチリ受けで、どの分野でも OK です。で、予算は文科省から来てるから、年齢制限が35歳。で、流暢な英語が必要です。So, if you know someone, please encourage them to apply.You can do a Google search on PanSD UNUSA. この資格がある方が知ってるんだったら、ぜひこの人に教えてください。Google 検索で簡単に出てきます。で、今まで、up until now, these are the numbers.The number of web applications. These are the number of web applications and completed applications. They have to provide transcripts and recommendation letters and many things. So this is the number of completed applications. So from 2013 to one that just ended December.これ今まで応募者の人数ですね。この年が結構1000人超えて、完成したアプリケーションパッケージが128人から届きました。So then we make a short list of 20.And then we interviewed them one day from 9 a.m. to 9 p.m.、And after that interview session, we select six people. 面接は、リジューニングやってスカイプで、朝の9時から夜の9時まで、全部1日でやってます。この結果が、6人を選びます。So, some results.、So we've had a total of 29 so far. And this is where they come from. 71 foreign students from 26 countries enrolled in 5 years.So the blue countries are graduated countries, and red ones are students still enrolled. So
We have a detailed paper of our results. If you go to this IAC paper, it was presented last year by me and Professor Cho. 細かい情報はこの学会論文に全部書いてます。So, now I mentioned briefly about SCIC, Space Engineering International Course. We had to establish this to accommodate the BNSD students. We did not have the infrastructure to accommodate students, graduate students coming in, and who required everything in English. The BNSD, EG students, I mean, Uchu, Ogaku, Saiko, so, Tetsu Instruction. So here's some data on where they come from. In Japan, it's the only graduate program for space engineering. A heavy emphasis on hands-on. It's taught in English. We have about 50 to 60 students, and the vast majority are from overseas. The Japanese are a minority. Some of them have PhD scholarships, but most of them are self-funded. So we tried to internationalize the teaching side by inviting some well-known space engineers. You can see Dr. Warren Balog and Dr. Breed and Professor Carrico. They're specialists in their field. And then we have guest lecturers from Cal Poly and Amal Chandran at the University of Colorado. So now I'll switch to the BIRDS project. This is another of our flagship projects. BIRDS 1 had those countries in, and BIRDS 2 had Bhutan, Malaysia, Philippines, and BIRDS 3 had Japan, Sri Lanka, and Hong Kong. So this is the BIRDS mission statement. Make the first step toward creating an indigenous space program by designing, building, testing, launching, and operating the first satellite for a participating nation. BIRDS の目的には、学生たちが、開発から operational で全て自分たちが出てくる。それによって自分たち国の初の人工衛星が So, this is our primary expectation. We want them to return to their home country and build a second one in their own laboratory with their own resources. By doing so, they can launch a long-term and sustainable national space program. This is the true goal for us. これ、九州大が期待しているのは、卒業したブルーズ学生が自分の国に戻って、第二の人工衛星を自分、すべて自分たちでやる。で、それによって、Sustainable National Space Program が始まること。これが、実際本当の目標です。それがなければ、成功したと我々は思っています。We enjoy a lot of support from JAXA. They produced this decal. It looks like this. And there's also a lapel version, a lapel pin of the same thing. So what we like about it, it says QQ and BIRDS. So we're lucky we have JAXA's approach. The unique attribute of BIRDS. So it goes through A to Z of satellite development,
and it's done in 24 months. And so they learned the whole process by doing the whole process themselves. And we believe no other university can make this. Words of the show, やっぱり自分たちで A to Z まで衛星開発があって、しかも2年間の間に、学位を取れる間にやらないと、これはうまくいきません。So, all of this is done in 24 months, design, redboard, engineering, pipeline. With lots of environmental testing. And QTech, we have all this testing equipment. So they overlap by 1 year. Words 1 finished. Words 2, by the way, will be launched today, around 6 p.m.Then Words 3 approaching CBR, and Words 4 starts this year, October. So each one is 2 years long, and they start every year October, and therefore they overlap by 1 year. So we're producing a lot of data on how they work, live, and so I started this newsletter.The Words Project newsletter. This is the cover sheet for issue number 29, which was issued exactly a week ago. So the objective is to inform stakeholders of what is going on with their project, keep their confidence, and it's also useful marketing tool. このニュースレターの目的は2つです。1つはstakeholders.Words のコストは相手が全部負担しています。それによってやっぱりちゃんと情報を提供しないとまずいと思いますから、このニューレットを毎月発行します。あとやっぱり Words 4、5、6やるためには営業が必要。だからこれが営業の一部。We're proud about this. We won the Airbus Diversity Award last year. Standing there is Taiwo of Nigeria, who did most of the work for this award. And this photo was taken in Canada, where he accepted the first place award. In conclusion, I want to mention that in addition to NSD, SEIC, and BIRDS, we support work done by UNICEF. This is a picture of Dr. Kim, who recently went to Namibia. Namibia is in southwest Africa. And for a few days, he helped out on a handset project. I think Ray Kawashima will talk more about this sort of stuff. So that concludes my call. Thank you very much. If there's any questions, I'll be happy to take them. Thank you.質問があったら嬉しいってことは、ちょっと時間もあれなんですけど、せっかくなんで、もし質問があれば。If you have any question, if not, just one or two. Okay. まあ、あとでフロアで、はい、もしくはディスカッションの時にお願いします。では続きましてですね、まあ、ほとんどこれつながりでだと思うんですけど、UNICEFグローバルの挑戦ということで、UNICEFという代表の川島。皆様、
政策大学院カンタンさんの方から、宇宙地理空間旅行の持続可能開発への利用においての国際金融機関の役割についてお会いいただきます。宇宙地理空間旅行の持続可能開発への利用においての国際金融機関の役割でございます。よろしくお願いします。はい、こんにちは。福大学の歴史研究科と申します。よろしくお願いします。申し上げていただきますが、今から英語です。はい、こんにちは。Sorry for my Today I was asked to talk about a very specific topic, which is the role that multilateral development banks, like the World Bank, can play in mainstreaming the use of space and spatial technology for a sustainable development. I will first give a very brief overview of what has been space technology for sustainable development. Then, for those who may not be exactly familiar with multilateral development bank, I will define a brief of what they are and the scope of their activities. And then I will propose four ways existing or way that I think we should call that multilateral development bank should follow to mainstream the use from space into special technology. So the first one is refinancing projects including the use of SGT. The second strategy is to directly integrate SGT into their activities. The third possibility is by supporting the development of local capabilities in developing countries. The fourth approach is to support the development of private ventures for space utilization, interdependent, which are subdivided 169 targets. They were proposed by the UN in 2015, including the Agenda 2030. So, I will show very briefly how space and geospatial technology can help achieve absolutely all these goals. So I just made a simple exercise for each kind of space technology. How space is simplified about remote sensing, positioning, and communication. Where you see which SDGs can directly tackle space technologies. So remote sensing, good for me to go into so much detail with some examples of the presentation showing all the possibilities of remote sensing for development in agriculture or SDG number 2 to grow under or climate change, or disaster management, etc. Or positioning. Positioning also have a great impact on most SDGs. If we just take a simple application of positioning technology, let's say traffic monitoring, so many secret impact, for example, Jakarta. If you manage to know the traffic well, you can reorganize traffic in order to limit the time it will going to work, limiting pollution in certain areas of the city. So, in a way, you will directly help to achieve three things: good health and well being, SDG 8 for economic growth, SDG 9 for industry innovation and infrastructure. So, you can see many applications, even for SDGs such as supporting industry innovation, basically focusing on supporting and sustaining life below water or on land. Currently, we have a project called Malta, and it's one of the applications that was proposed. Tracking mountain gorillas in the high mountains between Rwanda and the third category, communication. So as you can see here, communication is in all SDGs, which is an indirect impact. Because communication doesn't create any data, it's necessary to transfer data. It can be used, let's say, simplified implementation and useful approach. So now, what are multilateral development banks? Basically, they are institutions supporting,
supporting the development of developing countries, so supporting projects. There are banks because they provide loans or grants in order to carry out this project. And there are multilateral agreements. They are created finance by states, several states. They can be divided roughly into these categories. So one category is the geographical area they're impacted by. So the World Bank or Bank, they can all work multilateral deposit banks. We have more regional banks. So some recent mentioned about the European Bank, African, Inter-American, and you have sub-regional banks like the Caribbean Development Bank or the New Development Bank. Just a comment for those who don't know what is the New Development Bank. You may have heard in the past the BRICS Bank, like Brazil, Russia, India, China, and South Africa, which is now the New Development Bank. So I strongly believe that this bank play an important role in mainstreaming of space and geospatial technology. So there are two existing practices. First one is to finance project with contribution from SDGs and to integrate SDGs in their activities. And two existing approaches that either don't exist yet or are so limited that I couldn't find any clear example, which is to support the development of space infrastructure and to support the private sector space venture. For the first point, so financing project with contribution to SDG. These examples are from a report written by Dr. Miyazaki, here today, who is from his university, used to be second in Sweden as a GIS specialist, and he reviewed all the projects of the bank having contribution from space technology. So you can see that these projects span over a very large number of areas: climate change, disaster management, energy pollution, environment, space technology, security, urban development, water resources, and infrastructure. Basically, it could be more in detail about how this project occurred, how the bank approved one purchase some American data, in this case, PRI Landsat data, in order to provide data to the bank, local government here in Bangladesh, so they can process the data for their development project. The second approach is to directly integrate SDGs into their own activities by contracting frameworks, creating frameworks with space agencies. Once more, so as I mentioned, the partnership, for example, between JAXA and AD, in that sense, which can be illustrated by this project. So this project is about innovative data collection for agricultural and food statistics. And so it was carried out by three agencies. So it's an internal project with support directly provided by JAXA. So estimated around $375,000. It's the amount, the value of data which JAXA provided. You can see that also JAXA, so the Thai Space Agency, for example, is the third aspect in which I believe multilateral development banks should develop their activities is in supporting the development of global. So traditionally, multilateral development banks have been focusing on financing infrastructure. And a very recent big bank that was created in Asia, the Asian Infrastructure Investment Bank led by China, is actually focusing mostly on this infrastructure. What we should notice is that in Asia, there is a change. Asia, of course, historically, infrastructure management, the roads, bridges, harbors, airports, but since space technology is getting quite spread, there is now something called space infrastructure, combining all types of space technology, remote sensing, positions, and communication. As you can see in this figure from Dr. Miyazaki's space,
space technologies and data infrastructure are impacting every aspect of our life. So I think it's important in the infrastructure support space for multilateral open banks to integrate this change of paradigm. They're not financing all around infrastructure, it's starting to finance heavily space infrastructure in this as usual at the world change. And finally, I think that in developing countries in particular, more and more importance of developing private space sector not come. So, of course, historically, in a country, the government has been the main player in the public sector. Even though you had huge companies like Airbus, Lockheed, Boeing, most of their budget were coming from NASA or the public sector. But now there is a progressive shift towards the space sector dominated by private sector. 15 years ago, no one heard of Virgin Orbit, Blue Origin, SpaceX. There is also a progressive shift towards the space sector. But I can see this new space sector in regular development in public will be part of it. So I want to remind that one of the core ideas to making a message was not only to increase spending from the government, which is negative, try to engage more and more private sector chances for the next thing was a bigger amount of spending. So I think in sustainable development through space accent also on the private sector bigger amount. So to summarize in terms of timeline, what I just said. So, developed countries have been, of course, involved in what we call old space, sorry for the chances. And now, there's progressively moving to new space, more and more startups, and bigger open space sector. And developing countries are either having no space, activities, or starting to follow old space practice. Establishing space agency, but I think they should be careful not to exactly follow the people of the or they will be impacted. I think they should try, of course, they should have some government capabilities, but they should try to go very quickly towards the new space. Why do I believe that? It's because developing countries, they don't have excessive fund like developed countries. They cannot use a space program because it's good for diplomacy, it's impressive. They have to be driven by pragmatism and profitability. It's really goal driven, it's not for prestige. And this pragmatism and profitability, I believe that it's more the philosophy of the private sector than the public sector. In my opinion, the public sector should focus more on scientific discovery more than multi-complex applications. And in that sense, multilateral open banks have to finance the development of private sectors in general. So I just illustrate that here is the IDC or the World Bank Group, so International Finance Corporation, which aims to support private sectors development projects through investments, advisory, or asset management. So briefly, I summarize the development project is an integrated entity in their activities, or what I believe they should be priority in the future for development, space infrastructure, and support the shift of integrated entity towards space venture. ありがとうございました。では、ですね、前半部分の講演はこれで終わりましたが、予定通り4時からですね、次の講演、6番目ということで、次はシンガポールとマレーシアから、新ステークリプ社の新井さんと高須賀先生の講演を、お話ししたいと思います。では、一旦休憩させていただきます。